ごきげんよう。高齢者モチベーションアップ、講演家の宮崎文隆です。まあ、光り輝く高齢者になるための情報を配信しているところであります。今日は2024年、5月の9日木曜日、昨日から風邪をひいてちょっと声を変わっている宮崎文隆です。その中で、今日も本の3冊シリーズを言っております。その第3弾目は健やかな体の作り方、五木ひろゆきさんですね。もうこう風邪の時にどうすればいいのかね、もう寝るしかないのかと思って、今日は早く寝ると言っても、まあ普段と変わらないような形になりそうですが、朝ちょっと寝ましたね。そして今日は第4章、現代人の食養生、食に養生のように生きるですね、食養生、2020年3月9日の放送の中からお送りしたいと思います。これは自分の健康を維持するために何をどう食べるかというテーマであります。司会者、最近はこの食品が健康にいいとか、このダイエットが方がすごいといった食べ物と健康に関する情報が増えたように感じるのですが、いかがですか。五木さん、本当にそうですね、氾濫していると言ってもいいぐらいです。昔から食物に関する本はいろいろありました。でもそれはどちらかというとグルメ、趣味的な感じのものだったのですが、最近は健康を維持していく上で何がいいかという、いいか悪いかとか、例えば炭水化物は制限した方がいいとか、一種のブームになっていますね。困るのは情報の数の多さです。ある健康法がブームになると、必ずと言っていいほど相反する説が登場するのも、するのに、元を惑ってしまいます。一体どの説が正しいんだろうと悩まれている方もきっと多いと思います。私自身が迷ってしまって立ち往生するということが随分たくさんありますから。司会者さん、五木さんの健康と病という本の初めの方で、これは異色同源ということに注目されていましたね。五木さん、医療、つまり病気になったらそれを治すということも大事だけれど、やっぱり病気にならないことがより大事です。最近は分子栄養学というような新しい学問も確立されてきて、健康を維持するという上で大事なのは運動やストレス解消などといろいろありますけれど、その中で食生活が根幹にあるという認識が改めて振り返られるようになりました。昔から異食同源、食養生という言葉がありますけれども、今改めて物を食べることは単に趣味嗜好の問題ではなくて、自分の健康を維持するために何をどう食べるか、そこをしっかりとした信念を持って受け止めていかなければいけないと痛切に感じています。食養生ですね。今日の第4章は現代人の食養生というのが第4章のテーマで、今日の小項目は自分の健康を維持するために何をどう食べるかということになっていますが、昔から異食同源、食養生という言葉がありますけれども、今改めて物を食べることは単に趣味嗜好の問題ではなくて、自分の健康を維持するために何をどう食べるか、そこをしっかりとした信念を持って受け止めていかなければいけないと痛切に感じています。ここちょっと重ねて読んだんですが、そうですね。司会の方がね、ところが先ほどもお話ありましたけれど、専門家の皆さんから正反対な意見が出てくるようなケースがあって本当にびっくりしてしまうのですが、五木さん、時代の変遷といいますかね、昔から口で伝えられた言われてきたような食に関する常識に変化が見られるのも事実です。例えばコレステロールが多いから卵は1日1個までという説は今までは否定的に語られるようになりました。昔は1日に何個食べると目の具合が悪くなるというようなことが言われていました。それは当時は卵は非常に、貴重で高価なものであったために贅沢を戒めた上で言われていたのではないかとも思うんです。現代の立場で言うなら、体内のコレステロール量は
常に一定に保たれた仕組みになっているのだ、とか、1日2個以上の卵を摂取したからといって、コレステロールの値が上がるわけではないし、卵の摂取量と動脈硬化や脳卒中といった疾患との関係性も認められないというのです。むしろ安くて栄養価の高い食品として再評価されるようになっています。もう一方でそうは言うものの、今一番に出回っている卵の中に、幼い子供が毎日口にして安心して、安心と言い切れる商品がどれほどあるのか、疑問視する声は根強くあります。安価に出回っている鶏卵の多くは、鶏が不自然な環境に置かれ、健康的とは言えない状態で生産されているのではないかというわけです。本当に意見が錯綜して、どうすればいいんだという混乱の中にあるというのは事実ですね。司会者、栄養だけではなくて、生産過程の環境の問題とか、そういうこともあるんですね。いつきさん、そうなんです。というかね、今日の自分の健康を維持するために何をどう食べるか。まあ、これは、大きな問題ですよね。まあ、高齢者になってね、何を食べるか。まあ、今私では、納豆をまあ食べようとか、海の海藻類を食べようとかね。で、今、毎朝、キャベツとレタスとリンゴをスライスしたものを食べようとか、今食べてるんですが、それとあとは、まあ、豆腐も時々食べたいなと思って食べたりしておるところであります。まあ、ご飯はどっちかといえば、まあ、茶碗一杯ぐらいは、まあ、今、普通になっているところであります。まあ、いつも、何を食べるかというのは、ね、どう食べるかというのは、これは大きな問題ですね。でもそれが健康維持には本当に必要だし、やっぱ食べ物がいってうまく一定していると、モチベーションもやっぱり上がってきますよね。食べられなくなると、ちょっと弱りますよね。ちょっと風邪をひいてもですね、その食べ物はあまり変えないようにといっても、ちょっと食欲がやっぱり、出ませんよね。まあ、そんな中で何を食べるかというのは、常に毎日、日々、問われている問題ではあります。まあ、それを頭に置きながら、自分の体ですから、自分が食べながら、それで自分の感覚を養いながら、何を食べればいいかというのをですね、日々、まあ、思っているところであります。今日も、今から、なんか今、親子丼を作ってるそうですが、まあ、そんなのも食べていきたいなと思っております。卵は確かにね、昔あまり食べちゃいけないところがあったんでね、こうセーブしてましたが、今、食べてもいいというんでね、まあ、あまり気にしなくて食べているところであります。そしてながら、モチベーションをアップする食事とは何だというのをですね、考えているところであります。